皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。中国アリババで買い付けようと思っている商品と全く同じ商品がアメリカアマゾンで売っていた際にすぐに諦めてしまう方いますが、そうしなければいけないとは限りません。今回は商品の仕入れ元である中国アリババと販売先であるアメリカアマゾンで同商品が売っていた場合の考え方について説明させていただきます。本動画最後までご覧いただくと、同商品が売っていたとしても販売できる可能性が十分にあるということだけではなく、出せるんだけれども気をつけなければいけないポイントまで腹に落とすことができます。動画参考になった方、高評価チャンネル登録いただければ幸甚です。わかりやすくするために3プラス1のケースに分けて説明していきます。ケース1、中国アリババで買い付けようと思っている商品がアメリカアマゾンで売っていて、アメリカアマゾンの同商品にブランド名が印字刻印されていた場合、結論から言えば商品を出すことができます。アメリカのセラーさんが中国アリババの商品にブランド名を印字刻印した ODM した状況なのですが、 ODM というのはブランド名が高級的な方法で印字刻印された商品を守るものであって、商品自体のデザインや設計を保護しているものではないからです。ケース2、中国アリババで買い付けようと思っている商品にブランド名が印字刻印されていた場合、この場合は販売国であるアメリカの商標登録データベースを確認する必要があります。日本の特許庁にあたるアメリカの USPTO のTESS という商標登録の検索データベース、日本でいうと J プラットパッドがそれに当たりますが、ブランド名を検索してみて文字商標が取られていて、かつ販売しようと思っている商品が例えばトートバッグだとすると、バッグのカテゴリー、専門的な言い方だと類似群コードというのですが、第18類で商標登録が取られてた場合は出すことができません。逆を言えば、全く同じブランド名は商標登録されていたものの、文字商標ではなく俗に言うロゴ商標、特定のロゴマークやイラスト、特定のフォントのブランド名だけ商標登録されていた場合は出すことができますし、第18類ではなく、例えばアパレル関係の第25類で同じブランド名が文字商標を取られていた場合も出すことはできます。ただできればブランド名が印字刻印されていないまっさらな商品の方が我々としても買い付けしやすいですよね。私たちのブランド名と違うブランド名が印字刻印されている商品を出すというのはあまり気持ちの良いことではありませんし、お客さん様も混乱してしまう可能性があるからです。ケース3、中国アリババで売っている商品にもアメリカアマゾンで販売している同商品にもブランド名が全く印字刻印されていなかった場合、先日生徒さんとやり取りしていてこんなことがありました。買い付けようかなと思っている商品を画像検索でアメリカアマゾン上で検索していただいたら、全く同じ商品は売られていたからもうこの商品はダメですよねと生徒さんがおっしゃったんですね。そこで私がアメリカの ZIP コード、郵便番号を入力して、すなわちアメリカで購入するお客様という前提の条件でこの商品ページを確認してみたところ、その商品が届くのが2週間以上後だと出てきました。すなわちこのアメリカで売っているセラーさんはよく言えば自社発送のセラーさん、商品の注文があってから中国から商品を発送するセラーさんだったのですが、おそらく無在庫転売セラーなんですね。このように同商品が売っていたとしても自社発送無在庫転売で商品の注文があってからお客様の元に届くまで2週間近くかかるようなセラーなのであれば、 FBA 出荷、すなわちあらかじめアメリカのアマゾンの公式倉庫に納品する我々にとっては適ではありません。事前にアメリカのアマゾン倉庫に納品しておけば、注文した後早ければ1、2日でお客様はその商品を手に入れることができますし、アマゾンも FBA 出荷の商品を優遇する傾向にあります。
ですから同商品を出すこと自体は全く問題ないと言えます。一方アメリカで売っているセラーさんが我々と同じ FBA 出荷のセラーだったらどうなのか。この場合はノーブランドの商品を右から左に流すような転売チックな売り方をしてしまうと既存のセラーさんと条件が全く同じになってしまいます。かつ我々の方が同じ商品を後出しじゃんけんで後から販売するわけですから、いかんせん先に売っているセラーさんよりも劣勢になってしまうんですね。どちらの場合にしろ少なくとも同じ商品が売られているというのは事実ですから、差別化をあらかじめ行うというやり方を私は推奨しています。一番わかりやすいのはこの商品だけをそのまま売るのではなく、何か付属品をセットにして抱き合わせ販売することにより付加価値を付与するというやり方、そしてできれば商標登録や Amazon ブランド登録をしっかり行ったブランド名を付属品の方に印字して ODM をして、簡易ブランド戦略のような形でもさらに差別化をすると良いでしょう。というわけで今回は販売しようと思っている商品と全く同じ商品が販売サイト上ですでに売られている場合の考え方について説明させていただきました。最後までご清聴くださりありがとうございます。